ドッグランカフェが大人気の天賀さんの就労支援施設を見学していきます。ここの施設は、まあ、障害をお持ちの方の手に関する相談、こちら側が、まあ、男性の天賀製品、まあ、こちらの手前側が女性用のいろは製品、うん、皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はこちら、はいエイブルファクトリーさんにやってきました。こちらはですね、株式会社天賀さんが、まあ、就労支援の B 型として開業した施設になります。ドッグランとカフェが併設して、あとはその就労支援のこうシルクスクリーンとか、あと実際のその天賀に対して の, そのラッピングとかを行っているので、今回はいろんな体験を通してこちらの施設を紹介していきたいと思います。はい、今日紹介してくれる施設長さんをご紹介したいと思います。はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。はい、私株式会社天賀の、就労継続支援 B 型事業所エイブルファクトリーという施設になります。で、私施設長してます木村です。よろしくお願いします。お願いします。ここ今いるところがドッグランの場所、ね、ということで、はい、ここ人工芝なんですよね。そうです、人工芝で結構毛も長くて人工芝で、でも車椅子の人でも走りやすいの で, です、ね、車椅子でワンちゃん飼ってる方もやっぱたくさんいらっしゃるので、全然一緒に遊べるなと私はこう今走ってて思います。そうですね、これが本物の芝だと、うん、雨降っちゃうと泥で結構埋まっちゃったり動きづらいんですけど、下があのゴムなので結構水はけがいいんです。なので車椅子でも回転しやすい、うん、すごい。これがあの某アニメの土管で、本物の土管です。作り物ではなくて本物の土管です。本当ですね。あの重いんでクレーン車で持ち上げて、設置したり。本格的だ、すごい、いや楽しそう。で、あちらはワンちゃん用の滑り台なんですけど、あのワンちゃん用に合わせて低くしてあります。実際にお客さんのワンちゃんがいらっしゃったのでちょっと撮らせてもらいました。かわいい、何してるの、かわいい。こんな感じのサイズ感になってます。早速中に行ってみましょうか。はい、はい、お願いします。じゃあこれからカフェの中に入っていくんですけど、もうガラス張りですごい外からですね、中からも見えるしって言って、ね、外でもあの今日食べられるんですよね。結構この屋根が大きいんで雨降ってもその辺までは雨が入らないんです。で天気の日は結構日差しが入ってきて、いや今日は気持ちいいと思いますね。そうですね、後でからご飯をいただけるということで楽しみにしています。で中行きます。こっちから、オーシャンです。こんな感じでカフェメニューがあって、お持ち帰りもあるんですね。あるんです。結構お持ち帰りのお客さんも増えてきまして、例えばエーブル焼きを10個まとめてとか、例えば一番人気はバスクチーズケーキですかね。後で必ず食べます。このエーブル焼きはワンちゃん用のクッキーってことですか？そうですね、ワンちゃんが食べてもワンちゃんの体に、まあ、影響のないので、人間が食べても、まあ、影響はないんですよね。味がないんです。味がない。ちょっと後でからじゃあ試食してもいいですか？あ、もうぜひぜひ。みんなで試食しましょう。はい、じゃあ食べましょう。はい。ありがとうございます。じゃあカフェスペースはこういう感じで。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きますか。おお。ここ結構なかなか良さに置いてない。6色6面回転台シルクスクリーンチャット。日本では製造されてないのがアメリカのものを準備してます。でこっちは乾燥ですね。中の温度は440度、で440度の温度がこの表面に当たると約160度の温度が当たるんですけど、そうするとこういうマークの油性油が変わるしかない。ここで、ね、じゃあこの木村さんが着てるような、あ、そうです、これも
これもここで作ったものですね。T シャツとか、テーブル T シャツ、そうですね。で、これを販売してるんですか？これから販売してる。あ、就労支援の人たちもこれをやって、ね、っていう感じなんですね、はい、今、エーブル以外に、例えば川越市の団体さんからこういう T シャツを作ってくれって言われて作ってるものもあります。なるほど。ワンセブンっていう団体さんがあって、それの T シャツは去年作って、納品済みのものです。実際やってるところを、そうですね、一回説明をしますので、はい、その説明の後に、渋谷で体験していただこうかなと思います。はい、なので、一回ちょっとやり方を吉田さんに緊張します。シワを伸ばしていただいて、シワを伸ばす、はい、これ一応 T シャツなんですけど、インクがあるんで、このまま最初45度、はい、ほぼ45度 でこの辺に来たら逆に90度、で体を出して、もう一回ぐらい。結構力入れてますか？結構入れてます。できる大丈夫だと思います。僕でもできるんですか？体幹がなくて力が、まあそれはそれで味があるで、これで一応大体2回やって終わったんで、はい、これを今度上げます。おお、すごい。できます。で、乾かす。これをこのまま取ってですね、乾かして、あ、すごい湯気が、湯気ってか、なんか煙が出てる。でもこの T シャツ暑いんですか？今はまだ暑いですね。あ、暑いですよ、本当に暑い。私手袋してるの今アイロンの後の匂いみたいな。あ、暑い。だからこの部屋もより暑いんですか？そうなんです。あ、なるほど。だから冬でも送風で済むような感じで。今ちょっとかすれてるような感じあるじゃないですか。あ、本当だ。だから今ここまでやってやりますよね、はい、ただもう一度これ離してもらって、はい、またこの辺からでも返したいと思って、もう最初から90度で打ちましょう。ここに、はい、共同、運命の共同作業ちょっとかすれたくなりますね。難しい。よし、良くないですか？いいですね。綺麗綺麗。すごい。素晴らしい。そしたらまだインクアラなんで、はい、一回また下がっちゃってもらって。はい、もうインク落ちが気がしますね。ああ、そうですね。はい。全然忘れてもないし。そうですね。いいですね。はい、これ私が印刷したやつはプレゼントしていただけるそうです。ありがとうございます。やった。じゃあ後でからまた、はい、続きましてお願いします。はい、ここはですね、将来は EC サイト室になるんですが、ここの施設は、まあ、障害をお持ちの方の性に関する相談っていうのが乗るのが一つの特徴なんですね。で、今日はサンプルとして、まあ、こちら側が、まあ、男性用の天眼製品、まあ、こちらの手前側が女性用のいろは製品、まあ、その他に天眼ヘルスケアさんが出している、まあ、セイシルっていう本と冊子とか、まあ、これもヘルスケアの出している、まあ、サプリメントですね。これデリケートゾーン用のローションとか、こちらは男性の精子の量をルーペで測れるっていう
ものですね。え、個人に売ってるやつですか？これドラッグストアで売ってます。知らなかった。なのでドラッグストアで買われる方もいらっしゃいますし、ネット通販でも買えますので、で、あれですよね、この手の不自由な方用のこのハンドのやつ、ね、これはお店です。これはしてるんですか？あの黒いやつがそういうやつじゃないですよね。これもまあ補助にはなるんですが、バキュームですね。吸ってんですね。音聞こえますかね。なので例えば手に力がなくても、そうか、動かさなければ、ね、ボタンを押してくれたらいいですね。そうです。ちょっとここどれだけ吸ってるか分かるのは、ここにこう入れて手をこうやってこうやるとかなり吸うんですね。やりたいです。こんな感じです。おお、結構かなり吸いますよね。すごいすごい、うん、へえ。でここ一回は外回ってこれをやると離れると。本当だ、すごいですね。この状態でここですね。あ、いや、ここの握りも難しい方だと、はいはいはい、あ、手首で、この手首 の, この上下運動でできるよう、いや、こう握力がなくても、まあ、落ちないようにっていう、まあ、男性専用のカップです。はい、ね、後々はそういう性の相談もここでできるようにっていうことですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次お願いします。はい、これフォートナイトという、うん、対戦型のゲームなんですけど、はい、プレイヤーさんがここでやってる、そのプレイヤーさん自体がもその就労支援として成り立っているっていうですね。そうですね、はい、やってます。やったー。